してて、お知らせ軽く今夜はね冒険用品の納会ですね、まあ、スタッフだけでこじんまりと、まあ、いつか冒険用品的年末忘年会っていう言葉が僕あんまりこうしっくりこないんで納会みたいな感じでお客さんとみんなで飲み会的なものをいつか来年やるかどうかわかんないけどやってもいいかななんて軽く思うんですけど、今夜その納会ですね、スタッフ10人ぐらいですね、全員ね。でお知らせはね、通常業務は今日の1時まで。ただ通販サイト、YouTube チャンネル、SNS はもう365日動いてるっていうのは変わらず。で、年末年始お休みになるのは発送業務とお問い合わせですね。お問い合わせについての返答がお休みになる。今日の29日午後1時から来年1月3日までお休みになります、はい、で、そうですね、商品についてのお知らせは、まあ、この動画を見た人が一番最初に知ることになると思いますけど、横澤鉄板のアルニコ、これがまたやっとできてきます。1月のね10日発売予定ですね。でこれ予約ではなくてちょっと形状を変えたんですね。もっとひっつくようになったんですよ。それが1月の10日からこれね20セットしかないので早い者勝ちですね。で僕自身が1月の11日からAmazonに行ってしまうので10日にだから販売開始しないと年末な、その1月末になっちゃうんで1月10日っていうのはもう確定ですね。はい。でね、いくつかね、まあ今着てるウェア、これまだ詳細は言いませんけど、ちょっと見せておきましょうか。背中がね、映ってるから。はい、こういうウェアとあとライトダウンジャケット、これね結構春までパパッと出て楽しいものがたくさん出てきますね。そして、まあ、冒険用品のウェアって実はクオリティからするとだいぶ値段は安いんですよね。あのシュラフベストなんて税込みで2万1600円で売ってますけど、これ普通だったら4万近いですね、基本的には。これなんでこういうふうにこういう値段設定ができるかっていうと、もうデザイナーが僕で、まあ、パターンナーも僕で、で直接工場に頼んで直接売ってるからですよね。だから中間業者がいないおかげなんですよね。であの値段で売れると、まあ、そういうところがクオリティいいものをみんなが買いやすいようにっていうところがうちのプレミアかなと思っているので、プレミアのプロダクトを買いやすく、プレミア価格はつけないようにするっていうのが僕のプレミアなんですね。これいいでしょう、この値段で買ってみんな買って、要は高い
コストをかけて高い値段で売ると手に入れられる人って限られてくるんですよね。で、そのいいものを知らないまま過ごしてしまうんで、多くの人にいい製品っていうのを知ってもらいたくて、これね、これもう古臭い話になりますけど、昭和の時代だと本当に例えばダウンジャケットとかセーターとかっていうのは一般庶民は着れなかったんですよ、まあ、僕が子供の頃ですよね。でも現代ではダウンでもセーターでも着ることができるじゃないですか。それはなんで着れるかっていうと、コストダウンしてるからなんですよね。この話複雑になりますけど、要は質の悪いセーターとかダウンジャケットを安い値段で売ってるから着られてるっていうのもあるんですよね、はい、であとはその海外で安い賃金で雇える人たちに作らせて、安い服を作るっていう、その僕が一番嫌いなパターンですけど、要はどこか人をその労働者に安い賃金だけ払って作らせる、誰かを犠牲にして安いものを作るっていうシステム、これも世界の癌の一つだと思いますけど、そういうことで安いもの、安いセーターとか安いダウンジャケットとかいろんな製品がいろんな人に着られる。なんか僕はそれがね、それが悪だとは言わないですけど、それだったらいいものを買いやすい値段でっていうのが僕らのブランドの正義かなと思っていて、だからうちの製品はもう8割以上が日本製です。生地も日本製で、縫製も日本製で、日本製が一番っていうことじゃないですよ。日本人のものだから日本で作って、で業者の人もこれでいいですと納得してもらって、僕のところうちのブランドに納品されて売ってるっていうことで、で買ってくれてる人も納得すれば、もうみんながハッピーじゃないか。誰かが不幸だったら僕的には全然幸せだとは感じないのでね。作ってくれてる人も防弦用品ジェットセッターで、売ってもらって作らせてもらってよかったなっていうのが僕にとってのこの仕事をしている喜びでもあるんで、それがまたね、服とか竿とか買ってくれた人にも伝わるような製品作りになるといいかなと思います。で、そうですね、例えばさっきの横澤アルミコなんて本当にその磁石専門の会社なんですけど、もう実はアルミコって少しずつこう進化してですね、ロットごとで1月10日発売のやつは大きなマイナーチェンジになるんですけど、そうやって進化していく。だから考え方としては決してね、高い値段で僕はうちのブランドは売ってないんで、お付き合いいただければどんどんこう物が良くなっていくんで、何ロット目を買ったからっていうことではなくて、あ、また新しいの出た、次のロットを手に入れてみようかなっていう、そういう考え方をしていただいてもいいかなと思います。その竿もそうですね、はい、竿もね、実はジェットセッター61とか71はガイドがもう2回変わってますからね、はい、それマイナーチェンジともマイナーチェンジ、グリップが変わったりもしましたよね、確かに、はい、そうやって進化していっているので、決してね、まあ、例えばジェットセッターだとずっと古いままではないです。そこは僕は自動車が好きなので、
自動車がフルモデルチェンジするまでにマイナーチェンジをしていくでしょう。それと同じような考え方で少しずつか、速乾のアルタミラっていうウェアがあるじゃないですか。そのアルタミラに関しても少しずつ変わってます。だからそのこれ変わったんすかって言われたら言いますし、で分かりやすいマイナーチェンジだったらそのサイトのね説明欄とかにも書いてますけど、もっと細かいところがこうあって、だから僕はトレンドを追うっていうことよりもスタンダードを作っていわゆる定番ですね、定番を作って、その定番が定番の大元は変わらないようにもっと少しずつ良くしていくみたいな、研磨していくって感じですね。そうなればいいかなと。侍の方なんだよ、しょっちゅう買えないでしょ、ね、こうやってこう手入れして、であとはもうその刀を使う侍自身が鍛錬していくっていうところが一番大切だと思ってるんで、ウェアもロットもあとね、いやーまだ言えないなはい、ウェア本当面白いものを考えてるんで、不幸なところを言うと、会社の規模と資金が僕のアイデアにまだついてこれないですね。だ僕たくさんアイデアを持ってるんだけど、資金とか会社の規模、人材ですね、人材、人の材料っていうよりは人の財産と書いて人材って言いましょうか。人材ね、日野なんかはもう最近顔つけが変わってきて本当大切なスタッフになってきてるけど、そういう日野みたいなスタッフがどんどん増えていくと、もっと僕はそのアイデアをバッと出していけるんで、そう募集してます。そういうことで人を募集してるので、最近ね、なべちゃんっていう子が来て、まだ2週間ぐらいしか経ってませんけど、どんどんいいスタッフ、人の財産とか言って人材ですね、はい、材料だとは思ってないんで、どうですかね、誰でもできるわけじゃないんですけどね、僕厳しいしね、人に厳しいですよ、自分にも厳しいけど人にも厳しいです。自分に優しく人に厳しくじゃないです、自分にも厳しいけど人にも厳しいので、人当たりは良くないので、それに耐えられる、耐えられないとすぐやめてっちゃいますね、でも去るものは追わずだし、まあいいかなと、どっか他のところで頑張ってくださいっていう感じですけど、僕雑誌作ってる時でもね、編集の仕事なんかは例えば才能がなかったりすると1年経たずにやめていっちゃうんですよ。それは辞めさせられるわけではなくて、自分がそこにいられなくなって辞めちゃうんですね、はい、だからそれに耐えてもう何年も頑張った人には僕はやっぱりどんどんチャンスを与えていったし、今世の中で活躍してますよ、その人たちも、僕の部下だった人たちも、雑誌を作ってて、まだ雑誌を作っている部下たちもいるし、そこから雑誌業界から出て他の分野にで活躍してる人もいますね。編集でね、優秀な人ってね、どんなジャンル行っても優秀なんですよね。編集の話はいいや、どうでも。だからね、アルバイトで、で契約でもいいし、だからこういう風に働きたいっていう希望を言ってもらえれば考えるし、ね、正社員でっていうことだったらじゃあこうしようかみたいな話もできるので、働きたいなと思ったら、お問い合わせをください。ただなんかこう軽い気持ちで来るとダメでしょうね。魚釣りがもっとできるとか、
もっとこの業界の中で楽しくできる、結構泥臭く泥臭い世界です。もうこれどんなジャンルでも一緒ですよ。その趣味の世界で働こうと思ったら、その本当にただ遊びたいだけだったら外からそのブランドと付き合ってるのが一番いいです。ブランドの中入ると華やかだと思いきやそんなことないですからね、はい、だから華やか、そのブランドの中でスターになるには、その華やかさを感じるにはやっぱ下積み自体が必要で、もうその半年とか1年とか2年とか3年とかでそんな風になるわけがないですよね。僕だってそうですよ。僕もう5年とか10年ぐらいかかりましたもんね、その華やかな舞台に立てるようになった。その雑誌の世界ですよ、それぐらい我慢して自分を磨いてやっとスターになっていくんで、若い時からスターになる人っていうのはまた違う才能でしょうね。だから今の業界でいうと釣り人で有名になるとか、たくさんスターになった人を知ってますけど、その人たちはね本当努力してるし生半可じゃないです、その人たちがどういう風にスターになったかっていうのを知りたければまた僕に聞いてみてください。何人か知ってますか、はい、もう泥をはむような思いでその方たちはやってますよ。もう今や飛ぶ鳥を落とす勢いでね頑張ってる人、アメリカで活躍し始めて、バングラとか知ってますけど、もうすごかったです。最初は誰みたいなところからスタートしてます、はい、お知らせ。そうですね、あとね製品で言うとジェットセッターが、来年1月に 80S が来て相当量がストックされたこと、ただ 60C だけ売り切れちゃいましたね。恐ろしいですね。で 60C はまた再生産をかけたんで2月ぐらいにもう一回入ってくるかもしれないですね。で今日29日、あさって31日、あさってね、今年って皆さんどんな年だったんですかね。辛いことも楽しいこともいろいろあったと思いますけど、辛いことがあったとしてもそれは、ね、楽しいことに、愉快なことにつながる茨の道だと思えば、僕はもう辛いことあるとちょっと軽くニヤッとしてるんです。これはきた、いやいやみたいな。ちょっと僕は S 的なところもあるけど M 的なところもあるんですよね。うわっ、切ったやと思って、でもよーしみたいな、そういう障害とか敵とか現れるとおおみたいな感じ、そういう風に感じるタイプです。だからそんな話をね、あさって大晦日31日生放送をしたいと思いますので、予定ではね夜9時から11時12時、終了時間は流動的にいきましょうね。皆さん9時はスタンバイしてください。まあみんな暇してるでしょ、9時からだと。100人超えたいですね。この間ね最大で85人、まああと15人だって100人超えそうですけど、生放送100人超えしてみたいですね一度。100人ってまあね、 YouTuber の皆さんの話は大したことないでしょう。僕はまだビギナーなんで、まず100人超えましたみたいですね。でまあ番組のその生放送のプログラムの中で、何かプレゼントとかねするかもしれません。しないかもしれません。まだ何も考えてない。ただ
9時からスタートして2時間ちょいぐらいお話ができればいいかなと。何を話すか、まあ、毎回ね、この動画をスタートするとき、今日は珍しくオリンパスペイントを撮ってますが、カメラの録画ボタンを押すまで何も考えてない。でもカメラ回ると喋れるっていうのは、僕結構こういうの向いてるかもしれません。いくらでも喋れますね。今日だからこの後またね、物が届いてるので、新しいものが午後撮影して、何人か人が来る約束があり、で農会忘年会的なもので、今日は忘年会の模様をちょっと忘年会にインタビューしますか、ね、明日のネタにしましょう。で明日は特に予定ないですね。明日なんかどっか行って撮影してこようか、誰もいませんけど、昨日はね、実家の大分に帰っちゃうしね、まあ一人で残り時計屋さんに行って古いロレックスで見に来たりですね。僕の趣味の人、ロレックスの話もいつかしたいですね。ロレックス 大好きになった経緯がなぜロレックスなのか、僕の趣味のいくつかを面白く話せるようであったら、車とかもそうだし、カメラもそうだし、カメラなんてアクセス数がやっぱり違いますよね。ただカメラはカメラ警察とかレンズ警察的なものがありますね。あの物言いが激しいもんね。まあアマチュアさんだと思う、何言ってんだって僕は思ってますけど、何言ってんだでも怖いらしいですよ、カメラ警察、レンズ警察僕はまあカメラはね、カメラと撮影は趣味ではないので、そのアマチュアの人に何言ってもらうと思うんですけど、僕は厳しい環境で、商用でもなく、ね、自分のそのライフワークとして撮って、それがみんなに伝わればっていうことでやっているので、目指して志が違うんです。そのウェア作りと一緒です、ロット作り、まあ、そういう話を私って偉そうに僕は話してるんですね。まあ、今年起こったたくさんのトラブル話はまだまだ尽きることもないし、嬉しかったこともあるので、それはまたね、あさってのライブで話せればいいで、みんなの話も聞かせてほしいんですよね。うん、楽しかったこと、まあ、役落とし的に楽しかったこともいいんですけど、今年つらかったことを振り返ってもいいんじゃないですか。それの方がみんなでうーんって話せば、楽しい話をいくらしてもね、面白くないです基本的に。うーん、よかったね、辛かったことで、いやそれ大変だったねって、でもよかったねっていう方が僕はいいかなと思っているので、頑張ったねっていう話にしたいなと思います。なのでぜひライブで、あのチャット欄があるじゃないですか、あそこに、そんな話を書いてください。まあ、メールで先に送っといてもらってもいいです。メールの宛先を調べていただいて、そこも人の力と加えて人間力ですね、人間力でちょっと調べていただいて、僕の G メールのアドレスか、冒険用品のサイトの問い合わせ、もしくは、まあ、直接 info@jetslow4wear.com に送ってもらってもいいですね。はい、ここ出しておきます、アドレス。で、このアドレスに送ってもらってもいいので、はい、そんな話を。何か
タモリクラブ的に上げちゃう可能性があるので応募した方が得です。もう読んでもらってそこで話するのも楽しいと思うんで、はい、ぜひメールチャットでのリポート楽しみにします。はい、そういうことで今日は年末年始のご連絡という感じでした。そういうことで、ね。